それは人の手に余るもの。まだ間に合いますから、それから降りてください。ダメよ！お父様が間違ったことをイリスに言うはずないもの。イリスはちゃんと約束を守るんだから。約束を守ることよりも自分のことを大切にしてください。
イリスは王族だもの。逃げるなんてことしない。グラハム王の名を汚すことはできないもん。だからお父様、またイリスのこと。
錬金術は進化してきたはずなのに、それがこんな過去の亡霊に負けるなんて。どうして禁呪を使ったのですか？あなたほどの術者なら、あれがどれほど危険か分かっていたと思いますが。危険？目の前にある力を使うのは錬金術師にとって当たり前でしょう。あなたの師匠だってそうして禁呪を作って、そして使ったのじゃない。死はあなたのように欲望のために使ったのではありません。錬金術の未来のために。未来？そうね、その通りよ。私も錬金術の未来のために解析したのよ。私…違う、死は…違う、あなたとは違う。何も違わないわ。それに亡霊に未来を語ってほしくないわね。まあ私ももう語れないけど。過去の亡霊なんかに。
されてますか。エレメントシュートも強化をするのかしら。レベルが上がったようね。レベルが上がったようね。Thank you.
あなたも銀珠の犠牲者なのですね。銀珠なんて知らないわ。私はただ舞台で歌っていただけなのに、みんなと笑っていたかっただけなのに。錬金術師の人たちに変な場所に入れられて、どうしてなの？錬金術師の人たちは私たちを幸せにしてくれるんじゃなかったの？こんなのいらない。人を傷つける力なんていらないのに。無理やり、ひどい。みんなごめんなさい。もう歌えない。私は歌いたかっただけ。修行の成果です。
見つけたわ。森の奥から異様な気配を感じて入ってみたけれど、こんな場所にいたのね。何かよ、会ったことないと思うんだけど。早くそれから降りなさい。その兵器は危険よ。今までのとは比較にならないほどの力を感じるわ。危険じゃないよ、それはお姉ちゃんの勘違いだよ。そんなはずはないわ。それをあなた一人がコントロールできていることが信じられないくらいよ。そうなの？だってすごく気持ちがいいよ。ふわふわしてなんだか浮いてるみたいだよ。だから全然怖くないよ。どんなことだってできそうだよ。それが危険なはずないよ。ねえ、そうでしょ？いけない、すでに影響が出ているわね。こうなったら力づくでも下ろさないと。嫌よ、無理やり乗せたくせに。今度は勝手に下ろそうとしたり、いい加減にしてよ。ニーナはノアに会うんだから、そのためにはこれは必要なの。邪魔をしないで。ノアは必ず来るんだから。どうかしら。近所でこれほどのものを作り出すなんて。それにこんなものをここまで操れるなんて、なんて子なの。本当はこれは二人で操るものみたいだよ。だからノアがいればお姉ちゃんになんて負けなかったよ。そうかもしれないわね。でもノアがいても絶対に乗せない。こんな汚れた力、ニーナは体も心も壊れちゃった。自分が自分じゃないみたい。自分の心が抑えられない。こんな姿ノアに見せられない。ノアに嫌われちゃうよ。会いたいのに会えないよ。そんなことないわ。その兵器が悪いだけよ。ノアって子もきっと分かってくれるわ。お願い、お姉ちゃん錬金術師なんでしょ。私を治して、おかしくなっちゃった私を戻して。ごめんなさい、錬金術でも人の心を変えたり治したりはできないわ。そう、じゃあお願い、もしノアに会っても
私がおかしくなったって言わないで。ノアには一緒にいた頃の私を覚えていてほしいの。お願い。私は錬金術で人々を笑顔にしたいはずなのに。エレメントシュートも強化をするのかしら。レベルが上がったようね。錬金術は人々の幸せのために。そこで止まってもらおう。過去の亡霊とやらが王都に何の用がある。私は禁呪が間違った使われ方をされたならば、それを止めなければならないのです。間違っているかどうかは生きている人間が決めることだ。過去のものが決めることではないと思うが。禁呪は我が死が作りしもの。それを止めるのは弟子である私の役目です。ほう、お前は禁呪ゆかりの者か。ならば遠慮はいらないな。そんな力があるから王は、国はおかしくなった。お前に罪があるとは思わないが、少々八つ当たりをさせてもらおうか。私は王の盾。ここは逃走。ノアだ。動けなさい。これでどう？またです。避けられるか。行くぞ。
これがパラケルススの力か。申し訳ありません。あなたの怒りはわかります。ですが、死は人々を不幸にするために禁呪を作ったのではないのです。わかっている。力自体に善悪などない。使うもの次第で人々を幸せにも不幸にもする。あなたのような方がどうして王を守ろうとされているのですか。お前が死を信じるように私は王を信じる。それだけだ。私は自分の信じる道を貫いた。後悔はない。お前も後悔しない道を選ぶがいいさ。グラハム様。修行の成果です。お師匠様。
シュートも強化をするのかしら。レベルが上がったようね。着いたものだな。何か用かな、お嬢さん。あまり土足で来られるのは不愉快なのだな。銀杖を渡してください。あれは欲望のために使うものではありません。銀杖とて人が作りしものである以上、欲望のために作られたものだ。違うか。そうかもしれません。ほう、否定せぬか。ではなぜ禁止を手放せというのだ。我がどう使おうと自由であろう。私がそれを消滅させるためです。ほう、お前の死が残した力を否定するというのか。飼い犬に噛まれる気持ちは我もよくわかる。ひとごとながら不幸なものだな。だがこれは我には必要なのです。欲しければお前の死の力超えてみせるがいい。邪魔立ては許さん。行け。
行こう。これほどの力を、それだけの力がありながら、なぜ死を否定する。その力とて死より与えられし力であろう。死を否定などしません。私の死がパラケルススであることに迷いはありません。ではなぜ禁呪を消そうとする。パラケルススが禁呪を生み出したのならば、禁呪を否定することは死を否定することと同じと思うが。人は全能ではありません。その時最適な選択をしていても、全て思い通りになるわけではないでしょう。残された者がするべきは、それを超えていくことではないでしょうか。なるほど。我は超えるのではなく、失ったものを求め、先に進むことを恐れていたのやもしれぬな。お前の選択が正しいのかは知らぬ。だが、禁呪をどうするのかは、弟子であるお前が決めるのがふさわしかろうよ。全てを消滅させた。死が人生の全てをかけて生み出した禁呪。技術が禁呪と呼ばれることとなっても、決して捨てることをしなかった禁呪。それをパラケルススが最も信頼した弟子であるソフィアが全て消滅させた。ソフィアは空を見ていた。パラケルススと共に旅をした時と変わらぬ青い空を。お師匠様に怒られちゃうかな。最初から最後まで役に立たない弟子でしたね。一人つぶやく言葉とは裏腹に、ソフィアの目は微塵も後悔はしていなかった。パラケルススと出会った時と同じ、自身を媒体とすることを提案した時と同じ、まっすぐで澄み切った瞳で空を見上げていた。体が。ソフィアは感覚が、思考が重くなってきていることに気がついた。肉体があれば精神の力は回復する。だが肉体を持たないソフィアは消耗はしても回復することはできなかった。そうね、私の役目はもう終わったしね。静かにハウル・ローレライを動かすと、感覚を必死にとどめながら、数百年の長き眠りについていた湖に戻ってきた。やっぱりこの場所が落ち着くかな。今の時代に私の居場所はないしね。何かを考えることすら難しくなっていく中、一人つぶやく。
は錬金術師として間違ったことをしたのでしょうか。私は師匠の弟子、失格でしょうか。私は人々を姿が消えゆく中、パラケルススと出会った時を思い出しながら静かに目を閉じる。そちらに行ったら